Eternal love 君に会えた青いこの銀河できっと奇跡は始まる Angel in my heartして迷うアロンフェイ夢の運命になぜか心乱れて道を惑う月に見守られて日高く月と行ける時は砂のようにそう流れるけどエターナルラブ遅れてすまねえ。ルーンエンジェル隊全員揃いました。ん、それじゃあミーティングを始めよう。まずは今の状況のことからかな。みんなも気になってるでしょ。そうですね。エンジェル隊が休暇中、セルダール、マジーク、そしてエデン代表、つまり俺との間で何度か話し合いがあった。その結果この三者によって連合軍を組むことになったよ。で、このルクシオールは機関のお役目、俺は連合軍司令官を任された。まあ、ゼルダールにおいても実戦経験者は皆無、論理的かつ適切な判断だな。そんでこれからどうすんだよ。うん、アブソリュートにいるミルフィーを助け出すためにもとにかく敵と戦っていくしかないという結論に達した。今後連合軍はその全戦力をもってベレル軍の討伐に当たる。ついに本格的な海戦さ。うっさ、気合が入るぜ。退治するのだ。うん、セルダール艦隊とマジーク艦隊を合わせると随分な数になる。エデン正規軍ほどではないにしろこれはかなりの戦力だ。頼もしいですね。ああ、これもフォルテのおかげさ。セルダール艦隊はクーデターの時戦列に加わっていないからね、ほとんど無傷なんだ。あ、どうした？そのフォルテ教官なんですけど、セルダールへ行ったみたいなんです。野暮用って言ってました。何だったのかなって。そのことか。ん？処分は確定したからな、みんなにも伝えなきゃね。処分？それってまさか。ああ、フォルテ自身の処分のことさ。簡単に言えば、彼女は自首をしに行ったんだ。え？ま、あれだけのことをしちまったんだからな、無罪放免ってわけにはいかねえよな。それはセルダールを守るためであって。そうですわ。この中域の被害を最小限に抑える最良の選択だったはずです。先生は悪くないのだ。まあまあ落ち着いて、大丈夫だから。大丈夫ってどう大丈夫なんですか？処分は確定したと言ったが、厳しい沙汰だったのか。我が王に限ってそんなことは考えにくいが。微妙かな。ノイエからの追放、これがフォルテへの判決だ。追放？まあ、そんなのひどいのだ。もう先生に会えないのだ。ほらほら、泣かない泣かない。ちょっとよく考えてごらんよ。
その罰すぐには受けられねえな。お、さすがだね。どういうことなのだ。ゲートの開け閉めはブレル、ん、ベレルだっけか。まあいいや、野郎が牛耳っちまったんだろ。だったらフォルテの姉子を追い出そうにもできねえじゃんか。そうか。そりゃなんだっけな、ほら、執行猶予なんとかだな。ピンポーン、執行猶予付きさ。フォルテの刑はこの騒動が収まるまで保留。これがソルダム陛下の最終的な判決だ。微妙ですね。だろう。じゃあ先生には会えるのだ。うん、ベレルをやっつけるまではね。いいえ、ゲートが解放されたらいつでも会いに行けますわ。そっか。そう考えると刑もかなり軽い印象だな。そうですね。よかった、よかったのだ。先生とまた会えるのだ。タクトさん、ひどいですわ。え？アニスさんの時みたいに思わせぶりなこと言って。そうですよ、すごくドキドキしたじゃないですか。ちょっと待ってよ、今回は俺何も企んでないよ。みんなが勝手に話を進めたんじゃないか。いいえ、悪いのはタクトさんです。結論から言えばよかったんですから。あ、確かに。罰として後でなんかおごるのだ。そういや、俺腹減ってんだよな。ではこの後はタクトさんのおごりでお夕食会ということで。ふん、名案だな。わーい、ご飯なのだ。嬉しいですわ。わかったよ、わかりました。おごればいいんでしょう、おごれば。いやー、もうほら、落ち着いたところで話を戻すよ。ベレル討伐ってところまで話したんだよね。長距離スキャンによると、ベレルはクロノゲートに陣を張りつつある。しかもこの敵陣は日を重ねるごとにどんどん数が増えているんだ。どうやらフォルテの言った通りさ、ゲートから敵艦がどんどん現れているらしい。厄介なことだな。まったくだ。そんなわけでこちらも急いで体勢を整え、鎮圧に向かわなきゃならない。こちらが不利になる前にね。とは言ってもセルダール解放における我が艦およびマジーク艦隊の被害は甚大だ。体制が整うまでまだまだ時間がかかるだろう。まあ焦ってもしょうがないよ。中途半端な状態で臨んで返り討ちにあっても意味ないしね。ここは傷が癒えるまでじっと我慢さ。よってエンジェル隊員には引き続き休暇を与える。来たるべき戦いに備え十分に体を休めておいてくれ。わかったかな、隊長代理。あ、はい。よし、ミーティングはこれくらいにしよう。解散だ。タクト、ご飯なのだ。ああ、わかってるよ。リコ、悪いんだけど食堂に連絡入れてもらえるかな。はい、了解です。すぐに手配します。スペシャルフルコースなのだ。はい、了解よ。なんてこった。おっと、ほい、失礼。まずは前菜っと。おいしそうなのだ。トマトとモッツァレラチーズのサラダ、カプレーゼでございます。まあ、彩りも綺麗ですわ。ありがとうございます。ランディさん、追加リストはこれで全部ですか？ああ、そうだ。急な予約のおかげで大量の食材が消えちまったからな。すまないね。それでは後で倉庫の在庫を確認しておきますね。よろしく頼むよ。さあ、そろそろリコも席について食べようじゃないか。あ、はい。おい、食っちまっていいか。腹ペコなんだよ。ああ、はいはい。ではいただこうか。いただきますなのだ。それでは。時空の神を感謝します。うわ、うめえ。
お待たせしました。メインディッシュとなります。おお、美味しそうだね。燻製風味の子牛ステーキフォアグラ添えとなります。はあ、うおい、ナノ、よだれよだれ。はいはい、どうぞ。おいしいのら。どらどら。はっ、もう、たまんねえ。ほっぺた落ちるぜ。父ちゃん、やなのだ。へへへ、俺のが来たら返すって。ブー。ランティ、ごちそうさま。おう、またな。お腹いっぱいなのだ。ちょっと苦しいですわね。私も少々食べ過ぎたようだ。実は途中で腰のボタン一つ外しました。まあいや、この船にいると舌が贅沢になっちまうよな。ランティの作る料理は本当に美味しいよね。あいつどんどん腕を上げるな。うわ、食ったら眠くなったぜ。俺は部屋に戻るわ。じゃあな。親分、お疲れなのだ。おう。私はお腹がこなれるまでちょっと公園を散歩しようかしら。あ、いいですね。私もお付き合いします。私も同行して構わないかな。もちろんですわ。では参りましょう。みんな、お疲れ。お疲れ様です。タクトさん、ごちそうさまですわ。ああ、お疲れ。ブリッジよりマイヤーズ司令。タクトだ。発進の準備が完了しました。そうか、では軌道に上がってくれ。プランは任せるよ。了解。軌道って港を離れるんですか。ああ、修理の順番待ちをしている船はまだまだたくさんいるんだ。この船は自己修復できるくらいまでは復旧したからね。なるほど。それじゃあ俺はブリッジに戻るよ。司令、ごちそうさまでした。ゴチなのだ。ああ、お疲れ。では、ナノナノは M 室でメンテナンスを受けるとするのだ。カズヤ、またなのだ。うん、お疲れ。お疲れなのだ。部屋に戻って一休みするか。ってと、どうしたものか。寝るにはまだ早いしな。ルーンエンジェル隊メンバーは至急ブリーフィングルームへ集合願います。敵か。シナミ、入ります。うん、これで全員だな。それでは聞いてくれ。友軍の哨戒艇からこんな報告があった。近場の小惑星帯に識別コードを持たない船が数隻出現したとね。おそらく敵の偵察艦隊だ。密偵か。そしてこの艦隊は少し前から動きを止めているらしい。まあ、きっと情報を収集しているんですのね。まあそんなところだろう。敵もこっちも長距離スキャンで相手の数はおおよそ確認できるけど、ベレルはもうちょっと詳しく知りたくなったようだ。こっちのことを気にするってことは、あっちも準備に手間取ってるってことか。うん、その可能性は高いかもね。とにかくこのまま黙って見ているわけにもいかない。そこで君たちの出番だ。では今回のミッションを説明しよう。これがミッションエリアのスキャン結果だ。ルクショールはこの位置に待機する。そして敵艦の配置はこう。わざわざ偵察に来たんだ。割と詳細な情報を採取しているだろう。そんなものを持ち帰らせるわけにはいかない。よって
今回のミッション目標は敵艦の全滅となる。以上だ。偵察行動の性質を考えると高速艦艇の可能性が非常に高い。敵艦の機動力には十分に気をつけてくれ。また敵が潜んでいることも十分に考えられる。増援にはくれぐれも注意するように。ではルーンエンジェル隊発進準備だ。頼んだぞ和也。はい、よし、みんな行こう。了解のだ。予想通り、宙域内にいる敵は全て高速艦と判明したわ。指令の読み通りなら、近くに高速艦の拠点となる船がいるはず。増援が来る可能性もあるから、気をつけて。わかりました。ふん、機動力で紋章機にかなうかってんだ。アニス、油断は禁物だよ。へいへい。みんな、敵はスピードが速い。気をつけていこう。了解なのだ。あんたもやるときはやるのね。お坊ちゃんだと思ってたんだけど。よかったら後でホックリーでのお話を聞かせてくださいね。2番機攻撃。マジョラム少尉、今日は少し控えめだな。命中です。当たったのだ。成功。避けたのだ。ギリギリでした。早くてなかなか当たらないの。良い当たりだ。面白そうだったんだけどな。うまく当たったみたいです。当たりなのだ。だいばね、こいつら。当たったようだな。成功。すっごく美味しかったのだ。そんな弾に当たるほどどんくさくねえぜ。いた。よしなのだ。照準が定まらないわ。なんだか当たる気がしないわ。当たりなのだ。大外れ。早くてなかなか当たらないの。私はどうしたの。気がしないわ。照準が定まらないわ。まったく容赦ないね。オーケー、成功だ。ちょっと避けきれなかったぜ。回避しきれません。総員、衝撃に備えて。当たったのだ。攻撃成功。撃沈した。偵察隊ならもっとうまくやれよな。食後の腹ごなしにちょうどいいぜ。命中なのだ。なんだか当たる気がしないわ。ホッコリーでいっぱい遊んだの。照準が定まらないわ。大ダメージを与えました。回避に失敗。攻撃成功なのだ。少々やられた。ハイパーブラスター。回避できたのだ。攻撃目標は確認。なんとか倒したな。
撃目標発見。見つけました。敵に当たったのだ。中域内に新手の敵を確認。これは攻撃ボタン。少しエネルギーが減ってきたのだ。当たりなのだ。目標沈黙や。了解です。回避に失敗。あと一つ沈めたら補給をさせてほしい。了解。なんとか避けられました。ニードルフレシット。少しずつエネルギーが減っています。はい、くや。攻撃成功。了解です。はいよ。わかったわ。目標倒せたみたいです。心得た。撃墜なのだ。わかったのだ。回避成功。補給完了。もう一度行ってきます。もう一度攻撃に戻る。いやでも鉄砲でもこいってんだ。了解。攻撃に移ります。当たったようだ。当たりました。ひどい。そうだよ。障害の防御は恩師なのだ。あ、今のは聞いたな。2番機攻撃成功だ。損害を調べてくれ。うまく当たったみたいです。わかった。敵に当たったのだ。よっしゃ倒した。当たったようだ。当たったのだ。良い当たりだ。よかった。攻撃ありです。エキサクロスブレイク。敵艦大破。次行くぜ。オッケー。敵遺跡を撃墜。敵に当たったのだ。やっとやっつけたわ。命中。了解。命中しました。撃沈した。攻撃成功なのだ。当たったのだ。敵に命中した。当たらないのだ。命中だ。敵に当たったのだ。エクストリームランサー。良い当たりだ。なんだか敵にダメージを与えました。心得た。回避成功。はい。敵に当たったのだ。撃沈した。了解。オーライ。照準が定まらないわ。当たりました。当たったみたいなのだ。当たる気がしないわ。攻撃成功。照準が定まらないわ。攻撃目標確認。エネルギーまだ OK なの。いらん。損害を調べます。撃沈した。命中なのだ。もう攻撃目標発見。やっつけたのだ。エンジェル隊、敵偵察艦隊を全滅させました。うん、
ご苦労様。では帰還してくれ。了解。あら、どうした？いえ、テキーラさんのテンションなんですけど、割と低いかなって。他のメンバーのは？問題ありません。そうか、となると原因はテキーラ本人か。まあ報告に来た時に聞いてみよう。そうですね。カズヤさん。あ、彼はお疲れ。どうも。もう変わっちゃったんだ。あれ、元気ないね。そうなんですの、ちょっと頭が重いのです。コロネさんの話だと、あの人も気分が優れなかったとか。大丈夫？ええ、今のところそんなには。でも一応医務室に伺おうかと思いまして。うん、わかった。司令には僕から言っておくよ。お願いしますわ。一緒に行こうか？いいえ、和也さんは隊長代理ですわ。早く報告を済ませてください。私の方はそれほどでもないと思いますので。そう。それでは。どうしたんだろう、疲れているのかな。よし、さっさと報告を終わらせていたわってあげよう。というわけでカルーアは今医務室へ行っています。了解。報告は以上です。うん、ご苦労様。ではまた休暇シフトに戻ってくれ。すまなかったね。いえ、とんでもないです。ではルーンエンジェル隊解散だ。ういっす。さて、ひとっぷら浴びっか。おやぶん、言動が親父なのだ。うっせえな。どうだ、ナノも一緒に行くか？行くのだ。あら、なら私も行こうかな。では私も付き合おう。おいおい、あの狭いシャワールームに4人で入んのかよ。楽しそうなのだ。裸の付き合いというやつだな。やれやれだぜ。何、2人とも赤くなってんですか？いや、そのねえ。では僕も失礼します。さて、医務室に行ってみよう。医務室より。白波くん。どうも、今伺おうと思ったところですよ。至急お願いします。カルーアさんが倒れられました。なんですって？容体はどんな？体の方は異常はありません。しかし意識がないのです。すぐに行きます。カルーア先生。カルーア、大丈夫なの？今目を覚まされまして、私もほっとしたところです。体に異常がないっていうのは？ええ、どこにも問題は認められません。どうしたのかな。カルーア、なんか思い当たる節は？あの先生。何でしょう？私、部屋に戻ってもよろしいでしょうか？ええ、別にどこもおかしくありませんので。あなたが大丈夫であると思うのでしたら。カズヤさん。何？一応お部屋までお願いできるかしら？もちろん。ではすみませんが。ほら、捕まって。先生、お世話をかけましたわ。いいえ、とんでもない。もし少しでも具合が悪いようでしたらすぐに来るのですよ。いいですね？わかりましたわ。先生、それでは。はい、彼女をよろしくお願いします。
平気？だ、大丈夫？早く、部屋に。着いたよ。ご主人様、どうしたんですに？わかるわ。やっぱり医務室に戻ろう。普通じゃないよ。どうして？これは多分医療ではどうにも。どういうこと？確認します。ミモレットちゃん、ボンボンを。分かったですに。カズヤ、受け取るですに。あ、はい、カルーア。テキーラ。ご主人様、これはやっぱり。何？何なの？これは呪いだわ。呪い？ニャンデスト？あの子より私の方が魔に対する感度がいいの。間違いない。これは呪いの初期段階よ。それじゃあ体に影響が出てるってことは。私自身に何かしらの変化が起きるんだわ。大変ですに。何？何かしらって何が起こるの？それは起きてみないと。しっかり。テキーラ！テキーラ！ご主人様！テキーラ！先生。やはり、どこにも異常はありません。となると、やっぱり呪いなのか。そうなるともはや私の分野では。ミモレットは呪いとかに詳しくないのかな。そんなには。多分この船で一番詳しいのはテキーラ様ですに。なんてことだ。呪いってやっぱりあの人のかな。アニスが取引しようとしてたディータだっけ。間違いないですに。ご主人様はディータに呪いをかけられたことを自覚していたですに。時々何とかしようといろいろ調べたりもしてたんですに。でもかなり強力で結局解除はできずにいたんですに。それがとうとう発動してしまったんですに。発動ってやっぱり何か引き金があったはずですに。一体何が。ご主人様、しっかりするですに。ご気分はどうですか。ええ、収まったみたい。体の方は平気。大丈夫かい。白波。ん？テキーラ？どうしたの？テキーラ？白波！殺す！黒焦げです。
倒してくれなかったら逃げるですに。正気じゃないですに。とにかく逃げるですに。こちらにもあります。急いで。ちょっといやこっちのドアまで。で、なんとかしてご主人様を止めないと。白波こら、テキーラやめてくれ。テキーラ様。あ、テキーラ様。そうですに。死んじゃうってば。今ですに。これは、ね、何を変身予防薬ですに。入りましたね。どういうことなのでしょう。部屋中にマナが満ちていますわ。しかも雷の精霊の存在も感じます。まさかあの人が。どうなんですの、ミモレットちゃん。呪いですに。やっぱり呪いだったんですのね。完全に発動したと思うですに。それでどんな。ミモレットちゃん、白波くんを殺そうとしました。あの人が。はい。嘘。潜伏が解けた今ならご主人様の力で発動条件も調べられると思うですに。そんなことって。どんな条件だったの。私の恋の長女ですわ。それじゃあまさか僕と付き合い始めたから。そうです。ご主人様。そんなバカな。そんな。そうか、そんなことに。呪いだなんて、なんかピンときませんね。それで、今は自室で、ミモレットと一緒にいます。万が一にも変身すると今度は、戻せるかわかりませんから。ちょっと確認させてくれ。
呪いの発動条件はカルーアの恋の成就。これはカズヤとの交際が当てはまるわけだ。はい。そして呪いの実態はテキーラが恋の相手を殺すこと、そしてカルーアは直接影響を受けていないと、こういうことだよね。そうです。となるとやはりテキーラに変身させないのが当面の対策か。テキーラになれねえんじゃ戦闘も無理か。そうだな。呪いは解けないのだ。そうそう。どうなのかな、しばらくすれば自然に治るとか。カルーアの話だと呪いはかなり強力らしくて自然消滅はありえないと。待てよ、凶暴化したテキーラに飲ませた変身予防薬は、それをあらかじめ飲めばいいんじゃないの。それがあの薬は持続時間が短い上にたくさん作れるものでもないんだそうです。また薬とアルコールの効果が拮抗した場合、そこに呪いまで重なると正直何が起こるかわからないと思う。そっか、厄介だな。これからは変身しないようにすごく注意しなければいけないんですね。カルーアかわいそうなのだ。へこむだろうな。うん、すごく参ってる。弱ったな。実は艦隊の復旧が割と進んでいてね、数日中には軌道を離れゲートへ向かうことになりそうなんだ。つまり大きな戦いが控えていると。こんな時に戦力の低下はつれえな。ああ、紋章期一気分、正直痛い。ま、うだうだ言ってもしょうがない。できることをやっていこう。とりあえず呪いのことはマジック政府に問い合わせておくよ。何か解決方法があるかもしれない。よろしくお願いします。では解散しよう。何ですかね。僕だよ。ちょっと待つですね。どうぞですね。どうだい。私自身はもう何ともありません。そう、それだけでもよかった。私どうしたらいいと思いますか。カルーア、このままじゃおいそれと艦内を歩けません。戦闘だって全く役に立たない。万が一にもあの人が出ようものなら、今度こそカズヤさんをどうしたらいいのか。もうそんなに考え込まないで。カルーアは何も悪くないんだから。今司令がマジークに問い合わせてくれてるよ。きっと解決方法が見つかるさ。大丈夫、きっとなんとかなるから。あのミーティングはどんなことを。数日中に予定通りゲートに向かうって言ってた。大きな重要な戦いがあるということですよね。うん、そうだね。カズヤさん。何？ごめんなさい、ちょっと気分が優れないので横になろうと思います。モルデン先生を呼ぼうか。いいえ、それほどではありません。少し休めば大丈夫だと思います。そう、わかった。それじゃあ後で連絡を入れるよ。ええ。何かあったらすぐに呼んでね。はい。大丈夫ですね。ミモレットちゃん。はいですね。まだ私にも紋章期、
操縦できるかしら。え？これとこれとこれもゲット。よっしゃ、これでスペルキャスターのチェック完了っと。ほな、お次はカルアン。こんばんは。オバネズ。私の機体大丈夫ですの？そやね、今システムチェック終えたとこやね。何も問題なかったで。そうですか。それより聞いたで、呪いのこと。えらい難儀やな。体大丈夫な？ええ、私の方は。そうか。まあ、ここには酒の類は一切ないよってな。変身するようなことはないやろ。安心してな。なんやなんや、元気らしいな。テキーラハンさえ出へんかったら問題ないんやろ。そらまあしばらく会えへんのは寂しいけど。大丈夫やで、そのうちなんとかなるわな。コロネさん、ん？私の目を見ていただけます？目？はい。うん、相変わらずべっぴんさんやね。もっとよく見てください。なんやの？ほら、よく見て。スペルキャスターの発信シーケンスお願いできますか？任しとき。ミモレットちゃん、行きましょう。はいですね。コロネ、勘弁ですね。マイヤーズ司令、前回の戦闘の報告書です。ああ、ありがとう。あら、マイヤーズ司令、紋章機が発信しようとしてます。何？聞いてないぞ。え？スペルキャスターです。発信を阻止するんだ。回線を開いて。了解。回線開きました。カルーア、発信の命令を出した覚えはないよ。とにかくすぐにやめるんだ。君は紋章機に乗ったことがほとんどないじゃないか。ごめんなさい。行かせてください。このままではカズヤさんに危険が及びます。他の皆さんを巻き込む可能性だって戦闘でも役立たずですし。それに。それに？私いつあの人に変身してしまうか、この不安に耐えられそうにありません。ごめんなさい。では発信したとしてどこに行くつもりなんだい？マジークです。マジークでなら呪いが解けるのかな？いえ、それは無理だと。リータさんは公認 A 級の最終試験に残るほどの人、簡単に解除はできないと思います。でも変身を防御する方法なら研究次第で確立できると思います。今一人で行くことないだろ。カズヤさん、連合軍はこれから大事な局面を迎えます。ルーンエンジェル隊は戦力の要。カズヤさんの身に何かあっては。だから私は行きます。あ、通信機をオフにしたようです。再接続できません。僕タクトン号行きます。なぜ発信を止められない？さっきからやろうとしているのですが、現場でマニュアル操作されててコマンドを受け付けません。カメラだ。操作している人間を特定しろ。了解。何してんねん、うち。いい
早く中止するんだ。はい。あかん、もう発信位置に到達しとる。なんだって。艦長班、誰があれに。まさかカルーア班じゃ。そうだ、カルーアだ。そりゃヤバいがな。今あの機体はテキーラ班に合わせてセッティングされとんのや。なんとかなるみたいです。それじゃあミモレットちゃん、行きますわ。了解ですに。緊急出動。スペルキャスターの状態を逐一レポート。了解。おいおい、冗談だろう。スペルキャスターからのクロノストリング反応なし。移動スピード上昇中。やはりホッコリーに引き寄せられています。まずい、エンジンが止まってるんじゃシールドにパワーを回せないぞ。エンジェル隊の発進を急がせろ。はい。やっぱり再起動しない。ここに見えた感じだと多分ホッコリに落下してるですに。ダメなの、何度やっても起動してくれないの。やっぱり落下してるですに。どうしましょう。そうですに、テキーラ様ですに。きっとテキーラ様なら起動できるですに。ダメ。なんでですかに。今あの人を出したりしたら、この機体でルクシオールごとカズヤさんを攻撃しかねない。そうですに。ねえ。いやブレイブハートです。カズヤ君が後を追っています。なんだって。どうした。大気との摩擦を確認。ノイズによりしばらく通信は。エンジェル隊がすでに発進しています。でも、もうカズヤまで。うにぃにぃにぃ。すればひょっとしたらって思ったんだけど、ごめんね。謝らないで。私のせいです。出て行こうと何かしなければ、こんなことになるなんて。カズヤさん、白波殺す。一か八かですに。カル
アに死んでほしくないんですに。こんな時に何を言ってるの。どうなんですかに、死んでほしくないんですに。当たり前でしょ。ミパレットちゃん、その気持ちしっかりテキーラ様に受け継ぐですに。白波、アツヤさん、あったわね。最初に白波を襲った時、あんたがいなかったら。覚えてるんですね。ええ、全部ね。さっきの起点もなければ私たち全員織田仏だったわ。わちしは使い魔ですね。ご主人様をフォローするのは当たり前ですね。あと礼なら和也に言うですね。あの状況で和也が駆けつけたからこそ解除できたですね。そう、それじゃあ後でたっぷりサービスしてあげるか。まだまだ子供ですからに、ほどほどがいいと思うですね。タルーア、タルーア。はいはーい、カルーアじゃないけどね。テキーラ、全員無事よ。すぐに戻るわ。そうか、わかった、待ってるよ。痛い。動いちゃダメなのだ、治療できないのだ。ごめん。はい、あなたの方は問題ありません。医学的にはですが。ありがとう。魔法的にも問題ないですに。そうね、もう呪いの痕跡は感じないわ。それはよかった。先生にも迷惑かけちゃったわね。お気になさらずに。この通り部屋も元通りですから。ところでお二人にお聞きしたいのですが。ん？何かしら。一体どうやって呪いを解いたのですか。いや、これは単に興味本位なのですが、少々気になるものですから。ああ、それなら解いた本人に聞くのが一番でしょ。任せるですに。なあに、理屈は単純ですに。負の力に正の力をぶつけて追消滅させたんですに。というと？テキーラ様は呪いによってカズヤを殺さずにはいられなくなったですに。対してカルーア様はあの時カズヤの生存をとっても強く願ったですに。好きな人が死と隣り合わせですに。きっととんでもなく強い思いですに。そこで私はひらめいたんですに。カルーア様の記憶はテキーラ様に受け継がれるですに。今この瞬間に変身させればカルーア様の強い思いをテキーラ様の呪いにぶつけられるって。はは、なるほど。結果はご覧の通りですに。ウイルスに対してワクチンを投与したようなものですね。
とっても強力な愛のワクチンですに。ご主人様とカズヤだからこそ可能だったんですに。ディータは呪い殺す相手を恋人にした時点でミスを犯したんですに。愛の力の前では呪いなんて。なんか恥ずかしい話になってきたんでこの辺で。何の話？おや、治療は終わったんですか？ええ、軽い火傷でしたから。先生、ナノナノはお腹が減ったのだ。もう行ってもいいのだ？ええ、構いませんよ。ありがとうございます。みんな、またなのだ。あ、リコタン、ごめんなのだ。いいえ、大丈夫よ。よかったのだ。ナノナノはご飯なのだ。あら、いいわね。行ってらっしゃい。またなのだ。どうですか、カズヤさん、テキーラさん。問題ないよ。同じく。私もいるですに。あ、ごめんなさい、ミモちゃんも。全員全く問題ないですに。呪いも完全に解けたそうですよ。よかった、すごく心配したんですから。もう。でもこれならお伝えしてもいいかな。何がだい？元気そうだったら話すってことで、タクトさんからお言づけをいただいてるんです。問題ないわよ、戦術的なことね。そんなところです。では私は席を外しましょう。奥にいますので。あ、すみません。いえいえ。それで？ええ、まずベレル軍ですけど、最新のスキャン結果によると関数はすでに友軍を上回ったそうです。ということはこれからどんどん不利になるね。そう考えられます。でも敵軍の構成までは不明なので、さほど正確ではないようです。対してこちらの状況ですが、まず一番ダメージの大きかったマジーク艦隊の復旧率は 98%、 次にこのルクシオールは復旧率 99% です。ほぼ整ったのね。ええ、そしてここに無傷のセルダール艦隊が加わります。つまり連合軍としての体制は完璧に近いわけだ。その通りです。それじゃあ。はい、撃って出ます。連合軍は速度を上げ、ゲートへの到着を短縮する予定です。これ以上ベレルを有利にするわけにはいきません。なるほど、エンジェル隊のコンディションを調整しなくちゃな。ええ、タクトさんもそれをおっしゃってました。大きな戦いになるわね。心してかからないと。そうだね。おことづけは以上です。うん、了解。あ、これとは別にカズヤさんにお叱りの言葉も預かっています。え、お叱り？はい、今回の件についてです。あまり無茶をするなバカ野郎、リーダーとしての自覚が足りないぞ、とのことです。バカ野郎。確かにあんなことするのはバカかもね。ひどいよ、テキーラまで。でも結果オーライですよ。とにかくお二人とも無事で嬉しいです。だからわちしもいるですに。あ、ごめんなさい、ミモちゃん。うー。ところで桜葉。はい。あんた今白波のことカズヤさんって呼んだわよ。あれ、そういえばさっきも言ってたですに。え、そうだっけ。なんか違和感なかったな。ええ、自分でも気がつきませんでした。ごめんなさい、テキーラさん。これからは気をつけます。はあ、なんで？え、だってお二人はお付き合いされてるわけですし。そんなこと気にもしないわよ。どうぞご遠慮なく。これもエンジェル隊の結束が強くなった証拠でしょ。いいこと言うですに。ほら、白波、今まで以上にしっかりしないとね。うん。
なあに、その元気のない返事。電撃で気合い入れてあげましょうか。ちょっとそれはテキーラ、冗談になってないよ。たくさんの船がどんどん並んでいく。これを見てると負けるなんてとても思えないな。カズヤ。あ、はい。ブリーフィングしよう。わかりました。それじゃあ現在およびこれからの動向を簡単に説明しよう。数時間前から友軍は陣を取り始めたわけだけど、現在配備完了率は 90%、 まもなく陣は完成する。懸念されてた復旧率も現在 99.5% と、なんとか間に合った形だ。問題がなければ、あるいは起こらなければ、このまま陣形を完成させ進軍を開始する。そして俺とベレル、しびれを切らした方が火蓋を切るわけだ。火蓋、戦いを始めるきっかけのことですよ。すまねえ。あの敵軍の動向はどんな感じなんでしょう。もう距離も近いんでね、かなり詳しく判明している。まず数だけど、これは敵の方が上だということがはっきりした。こちらもできるだけ急いで準備を整えたわけだけど、少し遅れを取ったみたいだ。そして敵陣の構成要素や配置を分析した結果、どうやら守りに重点を置いているらしいことも分かった。前線に防御力の高そうな船をこれでもかってくらい敷き詰めてる。攻撃力もかなり高そうだよ。まあその分鈍そうだけどね。なんで、これからノイエを侵略するって割には随分慎重だな。ベレルなりの考えがあるんだろう。先を読むことに関してはかなりの切れ者だからね。へっ、守りに入ったやつなんざ怖かねえぜ。油断は禁物だよ。へいへい。さて本題に入ろうか。この戦いでのルクシオールおよび君たちエンジェル隊の役目なんだけど、ズバリ切り込み隊だ。まあ、先ほど伝えた通り、敵の守りはかなり固い。セルダールやマジークの艦隊じゃ歯が立たない可能性がある。そこでエデンの最新鋭艦と紋章機の出番ってわけ。鉄壁の守りに針の穴を開けようって寸法だ。紋章機の攻撃力をもってすれば可能なはずさ。任せるのだ。ただし、いくら紋章機とはいえ、何百もの船を相手にするのは無茶だ。守りを崩すきっかけさえ作れればそれでいい。あとは後続に任せ、速やかに引くんだ。わかったね。はい。では今回のミッションを説明しよう。これがミッションエリアのスキャン結果だ。ルクシオールはこの位置に待機する。そして敵艦の配置はこうだ。大型で防御力の高そうな船が数隻、その間を埋めるように巡洋艦クラスの船が多数配置されている。とにかく敵の守りを崩すこと、それが最優先だ。よって今回のミッション目標は敵大型艦の全滅となる。以上。巡洋艦の配置もなかなか絶妙だ。数の面からも動き出すと厄介だろう。十分に注意し、速やかに作戦を遂行してくれ。これは攻撃。報告。現在解析中。おそらく敵からの長距離攻撃です。すぐ行く。ブリーフィングは以上だ。解析結果が出ました。やはり敵の長距離砲です。被害は？マジーク艦が一隻、航行不能です。その他はわずかな被害にとどまっています。挑発か。友軍の配備状況はどう？終わっています。ふん、いいだろう。たまには乗ってみようじゃないか。挑発に。全艦に通達。進軍および攻撃準備開始。こちらも長距離砲が用意でき次第撃て。了解。カズヤ。はい。リューエンジェル隊、発進準備に入ります。
遠慮はいらない。思いっきりぶっ放してやれ。はい、ケチョンケチョンにするのだ。遠慮なんてしたことねえぜ。虜にされた屈辱、今晴らそう。あ、ミモレットちゃん。本当に辛そうだな。数も多いわね。でも敵はフォルテ先生じゃないのだ。君主が囚われているわけでもない。私はお姉ちゃんの運を信じます。そうだ、今躊躇する理由は何もない。行くぞ。私が今ここにいるのはあんたのおかげよ。ありがとう、シラナミ。呪いをも跳ね返す強い絆、素敵ですね。ビンゴ、狙い通りね。すいません、攻撃成功だな。呪いに打ち勝つは聖なる思い、良きものを見せた。褒められたのだ。着弾を確認しました。いい当たりね。よしなのだ。今までやってくれた落とし前、つけてやるぜ。回避したの？さすがはエンジャーのセイコ。おばさんの呪いなんかに負けないのだ。わかった。パーフェクト。見てたかしら、攻撃成功なのだ。もう今度こそ外さないわ。2番攻撃を始める。全弾回避。どう？良い当たりだ。攻撃回避したぜ。いいの？ありがとう。あんた最高。敵にダメージを与えました。了解。避けさせてもらったわ。終わり。よーしなのだ。避けたのだ。待っててお姉ちゃん、もうすぐ助けるから。ラッキー、当たらなかったのだ。命中したと思ったんだけどな。敵にダメージを与えました。お前たちの愛にエールを送ろう。お、いたいた。それ敵に当たったのだ。沈黙。痛いわね。回避パーフェクト。コトヨが見てたかしら。当たりなのだ。あったたた、ありましたね。まったく容赦ないね。攻撃がされた。もう一度だ。木弾を確認。目が超えてんな。沈黙。ノサイドボンバー。ベルキャスター了解よ。わ、大当たり。ラッキー。はい、ラッキー。了解。他の者に裁きを。こっちなのだ。ヘキサクラスブレイク。次行くぜ。了解しました。攻撃成功。よしなのだ。了解。着弾を確認。
です。攻撃成功なのだ。ハイパーブラスター、頑張りましょう。勝ちなのだ。終了。命中。さて、わかりました。ハイナナだ。わかった。うん、やっつけました。当たったようだな。ええ、いいわよ。目標、沈黙。回復したのだ。感謝感激なのだ。これで大丈夫。行ってきます。やっつけたわ。どんどん回してちょうだい。わかりました。そこね、逃がさない。了解よ、白波。ひらおした。成功。何、かすり傷だ。やっつけたわ。どんどん回してちょうだい。よしなのだ。軽くお仕置きしてあげるわ。ヘキサクロスブレイク。命中したと思ったんだけど。やったわね。全く容赦ないね。私の相手は回避しきれません。そういう衝撃に備えようと。あなたね、少し撃たれた。命中しました。何、大したことね。分かった。敵を破壊しました。うまく避けたわね。でも次はどう。軽くかわしたぜ。オッケーなのだ。5番機攻撃成功。攻撃成功。承知した。勝ちなのだ。了解です。了解よ、白波。って、くらつまった。うまく避けたわね。エクストリームランナー。うまく避けられました。攻撃を回避。命中なのだ。了解だ。敵にダメージを与えました。あ、避けないでください。えい。攻撃を回避された。挽回する。わかった。了解なのだ。はい、命中です。外したりしないわ。何、かすり傷だ。よっしゃ、倒した。回避なのだ。イーグルです。攻撃を回避。軽くかわしたぜ。そろそろエネルギーが足りなくて。よしなのだ。チャンスです。目標撃破。はい。他の者に裁きを。はい。ヘキサクロスブレイク。わかった。当たったみたいなのだ。センサーに敵発見なのだ。おかえりのボンバー。私なのだ。まだまだまだ敵なら余裕があるわ。二番機完全回復。感謝する。わかった。撃墜したぜ。わかったのだ。当たったのだ。ハイパーブラスター。隕石を撃墜。ルーンエンジェル隊よりルクシオール。ミッションエリア内の適応型戦艦を全滅。直ちに帰還します。よくやった。あとはこっちに任せろ。了解。エンジェル隊の攻撃により敵陣最前列の陣形に穴が開きました。よし、そこを起点に攻めるんだ。穴を広げろ。セルダール第3第4隊を突入させます。第5隊もだ。了解。敵陣開口部さらに拡大。どんどん突入させろ。内側から攻めるんだ。敵大型艦が陣形を崩し移動を始めました。開口部へ向かうようです。大型艦は動きが鈍い。足の速い小型艦で揺さぶるんだ。マジーク第1隊の損傷率が 70% を超えそうです。セルダール第8隊を援護に回せ。了解。開口部の状況は。面積比で開口時の約3倍。速いペースとは言えませんが確実に広がっています。そろそろ頃合いか。うん、マジーク第7隊を援護につけろ。本艦も突入開始だ。了解。
残りの隊も順次突入させるんだ。エンゼル隊戻りました。おかえり、ご苦労だったね。どんな感じですか？これからルクシオールも敵陣に入るところだ。揺れてくるぞ。後ろのシートに座っていた方がいい。わかりました。みんな行こう。戦況報告。友軍損傷率 14%、 敵軍損傷率 46%。 すごい、圧倒的に有利です。うん、思った通りだ。卵みたいなものさ。腹は硬くても中身は緩かったんだ。このまま一気に畳み込め。反撃の隙を与えるな。了解。なんか余裕見てるな。数では敵の方が有利だったのに。ここまで優位に立てるなんて。それが戦略というものだ。クロノゲートだ。今まで敵艦に隠れてたのね。あの向こうがアブソリュートってやつか。お姉ちゃん。友軍損傷率 23%、 敵軍損傷率 78%。 このまま攻撃を続行。本艦の護衛は解除。マジーク第7隊には前線に出てもらって。了解。勝負あったな。もう紋章機で出る可能性は低いでしょう。それじゃあ私はこれで。タロー、終わったんですの？いや、まだだけど、そろそろ終わりそうだよ。我が軍の勝利だな。まあ、よかったですわ。司令、敵から通信です。スクリーンへ。やあ、そろそろこっちから連絡しようと思ってたところだよ。どう？戦況を冷静に分析できないお前でもないだろう。どうしたの？怖い顔しちゃって。ふん、いいだろう。負けを認めようじゃないか。復活の第一歩に泥がついた形となったが、まあ仕方あるまい。ノイエもなかなかにいいところだと思ってはいたがな、致し方ない。触れてやるわ。お前まさか。友軍全艦に緊急通達。デレル艦とクロノゲートの間に入り込め。進路を塞ぐんだ。はい。ではさらばだ、英雄殿。撃てる武装すべてベレル艦に。他の敵艦無視しろ。絶対にベレルを止めるんだ。まずい、まずいぞ。時空湾曲反応、クロノゲートが起動しました。ベレル艦が侵入していきます。クロノゲートから敵艦多数出現。高熱源反応、攻撃です。シールドフルパワー、反撃しよう。はい。ゲートだ。ゲートはどうなった？時空湾曲反応、消失しています。出れるかは？見当たりません。ゲートから現れた敵艦は93隻、うち12隻を沈黙させました。攻撃を続行しますか？あの、マイヤーズ司令。ああ、戦況報告を。はい。友軍損傷率は 27%、 敵軍損傷率は先ほど現れた船を計算に入れて 91% です。うん、このまま攻撃を続行。相当だ。了解。マイヤーズ司令、大丈夫ですか？そうか、みんなもいたんだっけ。タクトさんが感情的になるなんて珍しいですわ。ああ、初めて見た。俺だって機械じゃないんだから。どうすんだよ、やべえぞこりゃ。ああ、やばい。
どうしようもないくらいね。あのすいません、正直どういうことなのか。鈍いな。ごめん。ベレルはトイエを切り捨てたんです。切り捨てた？そう、あいつはノイエを切り捨て他のゲートにかけたのさ。文明の発達している宇宙を根気よく探すつもりなんだ。だからアブソリュートに逃げ込み、ノイエのゲートを閉じちまった。じゃあもうこっちに来ないって言うんですか？大軍が待ち構えているんだ。お前はそんなところに出てくる気になるか？そうか。出入り口はここしかないから。一網打尽にされると分かっていて、出てくる人はいないですわね。ゲートキーパーのミルフィーさんもアブソリュートだから、こっちからはどうやってもゲートを開けない。ゲートを開けないってことは、そう、俺たちエデンの人間はもう戻れない。お姉ちゃんとももう リコリコちゃん、どうすれば、一体どうすればいいんだ。